はい、どうも、お疲れ様でございます。えー、FTX の破産と資金不足の詳細が明らかになったこと、もう皆さんもご存知だと思いますし、私も以前動画で何本か上げたんでね、そちらの方をご覧になった方ばかりだと思いますけども、まあ、ひどい話だといえばひどい話なんですよあ。一言で言うとね、レバレッジかけまくりで、資金なんてほとんどないところに、何、100倍とかね、まあ、場合によってはね、数百倍のレバレッジをかけて、えー、ない元本に対して、 えー、あるというふうな形でのトークンの発行がまあかなりねひどい話になっちゃったわけですよね。まあここから本当私の感想でしかないんですけどもこれね通常銀行でしたらまあそれ銀行でもね持ってる現金の10倍ぐらいを外に出してその10倍ですらまたあフィードバックさせてねさらに10倍にしていくっていうふないわゆる錬金術をやってるのが銀行なんですけどもただ銀行っていうのはやっぱり国が。 あ管理してますんでね一定の保全はされるのとやっぱり信用を取引するためにまあ、国の厳しい規制とかね金融当局の指導とかありますんでねめちゃくちゃなことにはなんないわけですよ数年前コインチェックっていう会社がハッキングされたとかで えー、300億だかね、400億だとかね、盗まれちゃいましたけども、あれにしたって全額返済してるわけですよね。つまりは、あの、投資家さんを守ることができるようなあ形になってるわけですよ。その代わり、税制が高かったりとかね、えー、金融当局の引き締めがきつかったりとかして、きっちりと管理はされてますけどもね。その反面、えー、この FTX っていうところ、はっきり言って中央集権です、こういうところ。まあ、この FTX っていうところが、の、軒並み力をつけてきたと、 勘違いしていた多くの投資家さんは、ここを拠点に様々なレバレッジ取引、暗号通貨取引をしていたと思うんですけども、でもやっぱり蓋を開けてみたらこういうことでしょううん、だからね、この急速に、そのお、市場拡大をしていくところとか、まあバイナンスもそうだと思うんですけども、あまりにもね、中央集権すぎるわけなんですよ。で、判断材料として、例えばバイナンスコインってあるじゃないですか。あれって一体何なのか、なんでわかんないですよね。バイナンスが、 これは価値ののあるものですよっていうふうに作り出したものに資金が流れ込んでるだけなんで例えばバイナンスがですねあのバイナンスコインの取引を今日中止したら多くの投資家さんはそこに入れてた金額がなくなるわけですよでこのバイナンスのバイナンスコインの価値にしてもどっかと紐づ付いてるわけでもどっかとの相対関係でも何でもなくってただもしかしたら儲かるかもしれないなというふうな投機的な意味を込めてバイナンスという取引所 こここを経由してて買ってるわけなんですよねこれややこしい言い方になりますけどもバイナンスっていう取引所もそもそもビットコインやイーサリアも交換するだけの業者であったはずなのにそこに対してですねバイナンスコインってものを作ることによってありえなないい価値と資産を築いたわけなんですよバイナンスコインを買いたいと思えば資金が流れるわけじゃないですかで流れた資金でまたさらに事業を拡大してさまざま中小の暗号通貨取引所を まあ取り込んでいくといいう形でで成長したわけですよね、まあ、いろんな見方がありますけどもバイナンスって今暗号通貨市場の9割ぐらいを占めてるぐらいのマーケット規模なんですよ。もう完全にその交換所の鯨ですよね。 だからバイナンスにどこも逆らえないような形になってしまったとしかもこのバイナンスって後ろには中国共産党の支配があるわけですからとっても危ない不安定なところだと私は考えますよねで FTX も似たようなところがあってまあ破綻するぞ破綻するぞって私はねあの揺らしてたことはないですけどもこういうふうなでかいところって危険なんですよね使いやすいがだけに多くの人を取り込んだ後にドロンっていうのは簡単にできたわけですよですんでこの暗号通貨業界って i c o 詐欺っていうのがあったでしょ でも取引所がやっっててくるる詐欺ってのもあるわけですよ取引所が大手だから大きいからって言って信用できるようなそんなね状況は何もないわけなんですよでそれが今回もまた証明されたってことですよねこちらの方も読んでいただいた方いると思いますしこのプレスリリース他でもね私紹介しますけどもこういうふうに考えることができますバイナンスは FTT 預金を停止 CEO は言うと FTX が不正な取引に見舞われアナリスト6億ドル以上の日産を流出と FTX は不正取引を調査しているというと排他的 FTX で不足しているクライアント資金は少なくとも10億ドルヘッジファンドのガロア・キャピタルは資本の半分が FTX 取引所に止まっていると述べているとファイナンシャル・タイムズは報じているということですけどもこれ、ねまあ翻訳してるんでちょっとね意味のわかんない文章もありますけども結局はこの FTX っていうところ自体が不正な取引をしているというふうに考えられるんですよね。ただどこかの 国や金融機関の支配を受けてるわけじゃないので結局は保護もされないし捜査のメスが入ることもないんですよねまあ詐欺事件とも言えないですしねただあのここに投資していた方や口座を作ってる方ってのはちょっと脇が甘すぎたと私は思いますよ、うん、FTX を信頼する要因っていうのは別に何もないわけですよただ大手だっていうだけなんですよね 大手だからといって信頼できるんだったら例えば日本の大手だって今までね不祥事がたくさんあったわけですけどもそこから何も我々は学んでないってことになっちゃいますよねだから大手だから信用できるわけではなくて自分の被害が限定的になるようにこういったところを使っていってますかってことなんですよで私が申し上げたいのは今ね暗号通貨の取引所に資金を眠らせてる方早く自分の管理できるウォレットなり何なりに移した方がいいと思いますよえそしてどうしてもね 取引所所とか販売所使いたいたたんだったらやっぱりここは日本の取引所ですよ。最も信頼できるのはこういった日本が管理しているところ。多少不自由ですけどもね。そして困りは聞かないんですけども、やっぱり投資家としては資金が全部なくなるってことは真っ先に避けなくてはいけません。FTX ってところ、ここに資金を預けてた方、FTX ジャパンも倒産しましたよ。ね。そんなニュース入ってきたでしょ。結局こういうことになるんですよ。海外の取引所とか、 海外のこういった販売所を使ってる以上はリスクがずっとついて回って資金が明日にも空になるっていう状況が常につきまとうんですよしかも取引をしてるわけでもトレードをしてるわけでも何でもなくてですようんだからねすごく危険だと思いますようんで今回この FTX の破綻に関しましては結局誰かのところにその資金が行ってるわけなんですようんでそう考えるとね こう今取り付け騒ぎになって FTX に預けたお金をどうなるんだって心配されてる方がいると思いますけどもあの残念ながら何も返ってこないというところであの冷たい言い方になりますけども早く家事を切り直した方がいいと思います、まあ、そもそもこういった暗号通貨に限らず投資ってのは余剰資金でやるもんなんですよねじゃあ余剰資金が100万とか200万ある人っていますかっていうと投資の世界に足を踏み入れている人ってあんまりいないはずなんですよ この FTX がね破綻したぐらいで自分の資金状況が揺らつくようだったらまずは最初からあのレバレッジをかけた取引をしちゃいけなかったってことなんでしょうねそして取引所を見る目もなかったし自分のリスクエッジも決めてなかったってことになりますまあそういうような形であの私たちは投資ってものにね足を踏み入れる時には明日全部なくなるかもしれないなっていうふうにいつも思いながらやっていく必要があると思うんですよまあ当然ねこの破産するっていうことは避けなければなりませんけども私たちの力ではどうすることもできない結局は 天の声任せっってことになっちゃいますんでそういったところに自分たちが足を踏み入れてるのが投資だよってこと特に暗号通貨なんて最近できたところですから何の規制もね何の今までの、まあ、事件への反省とかも。 まだ生かされてなないわけなんですよ本当に全てがこれからですからだからリスクが高い分リターンが大きいと言いますけども今回 FTX の破綻によってですねリターンをしっかりと得た人がすでに逃げてしまってリスクを押し付けられていく、うん、まあこの動画をご覧の皆様もねそうかもしれませんけども一般投資家さんがたくさんまあ四死竜々とあられたってことなんじゃないかなと思います、まあ、それでもねやっぱまた投資の世界に多分興味を持って挑戦するんだろうなと思いますその時はぜひね今回の失敗を生かしてですね やっぱこうシビアに選んでいかないといけないと思います投資っていうのは本当にその瞬間何もかもなくなるっていうその破産と紙一人ですからねで投資によって富を築く人はほとんどいないっていう現実もそろそろ受け入れた方がいいと思いますそういう世界に入ってきたってことなんですよじゃあ FTX につきましては今回以上ですバイナンスも警戒した方がいいと思いますよ